大倉照子、作。美人鷹城。九年前の出来事。小夜子は、夫、松並博士の出勤を見送って茶の間に戻ると、一通の風刺を受け取った。裏には、ただ、牛ごめく富佐町とだけ書いてある。職業柄、こうした差出人の手紙は決して珍しいことではないが、これは、 優しい女文字でしかも名前がない彼女は好奇心に引かされて主人宛の新天書であるにかかわらず開封した「旦那様?」という書き出しにまず眉を曇らせきっとなって読み始めた「あなた様は突然こういうことをお聞きになってもお信じになられないかもしれませんがどうぞ私の申し上げるこの偽りのない物語を最後までお読み下すって」 切なる私のお願いをお聞きくださいませ。今から九年前、お駒使いとして上がっていた花と申す少女のあったことは、今でもお胸の底にはっきりとご記憶を遊ばしていらっしゃるだろうと存じます。その花は、旦那様のお気に召したばかりに、奥様のご機嫌を損じ、とうとうお暇を出されてしまいました。半年後、お家好きの奥様は、 玉のような若さまをご安産遊ばしました。一日違いで、花もまた男児を産みました。同じ父君を持ちながら。一方は、正宗弁護士として羽振りの良い、松並男爵の御着男達也様。やがて立派なお家を、ご相続遊ばされる輝かしいお身柄。一方は、生まれながら暗い運命を背負って、茨の道をたどらねばならぬ貧しい死生児。 花の子には父君にあやかるようにと、旦那様の店を無断で一時いただいて、松吉という名をつけました。せめて一目とでも見てやっていただきたいと再三お願いしましたが、旦那様は無情にもそんな覚えはないと、一言のもとに跳ねつけておしまいになり、かわいい松吉の顔を見てくださらないばかりか、最後には脅迫だとて、花の父を警官の手にお渡しになりました。 その冷たい押し打ちを、花は心から恨みました。無念の歯を食いしばりながら、散々考えてあげく、ある復讐を思いつき、囁きますと。お人よしの父は震え上がり、その無謀に驚いてなかなか取り合ってくれませんでしたが、旦那様があまりにも冷酷な態度をお示しになるものですから、父もついに意を決し、同意してくれました。そして、それを、実行しました。 というのは、こうなのでございます。ある日、夕方、父と花とは、案内したお屋敷内に忍び込み、様子を覗いていました。それはちょうどお宮参りの日で、お屋敷は、お祝いのお客様で大混雑。応接室の方からは、晴れやかな笑い声が絶えず聞こえておりました。やがて、お客様たちがお食堂の方へお入りになると、ばあやさんは、 達也様を抱いて、静かなお離れへやってきて、一息ついていました。しばらくすると、ばあやさんは、達也様を小さい寝台の上に寝かしつけ、つと立って、廊下へ出ました。多分、ご不条へでも行ったのでしょう。その隙に、素早く花は抱いていた松吉と達也様を、すり替えてしまったのでございます。こうか不こうか、当時のお二人は、瓜り二つでした。 そこへ戻ってきたばあやさんは、驚いて身動きもできず、棒立ちになってしまいました。父はいきなり担当を突きつけ、声を出すと命はないぞと脅しました。しかし、ばあやさんは存外をうつついたしっかり者でした。もうこうなっては仕方がありません。泣いても騒いでも、若様のお姿はそこにはない。おくるみに包まれて眠っているのは、汚いうぶぎを着た松吉で、 達也様は花の手にしっかりと抱かれ、泣きもせず、もう先へ逃げてしまっていたのですから。声を出して殺されるか、主人に不注意を叱られるか、どちらかです。ところが、ばあやさんは何も言わず、松吉の衣類を脱がせて父へ渡し、音棚から新しい白衣の産着を出して着せたのです。そして、まんまと松吉は達也様になりすましたわけなのでございます。 その日から幸福な松吉は男爵家の若君様として大切に育てられました。達也様の方は松吉となってトンネル長屋の隅で大きくなりました。これから若様のことを松吉と申します。花は人の勧める結婚話などには耳を貸さず、ただひたすら松吉の成長を楽しみに父と二人で働きました。 ところが、昨年の冬、ふとした看望がもとで、松吉は肺炎になりました。実施ではないが大変可愛がっておりましたので、どうかして治したいと思い、身分不相応な偉いお医者様にも見ていただいたり、高価のお薬を買って飲ませたりしました。貧乏な者たちにとって、それは、人型ならぬ苦しみでございました。お金さえあったら、松吉の命は助かるのに。と思うと、 たまらなくなって、悪いことと知りながら、花は人様のものを盗みました。たちまちそれが露見して、捕らえられ、刑務所へ送られてしまいました。悲しいことに。その留守の間に、可愛い松吉は死んだのでございます。花は罪を犯してまで助けたいと願った命は、奪われてしまいました。ああ、思っても気が狂いそうです。死のう。 そうだ。自分も後を追って死のうとさえ思い詰めました。愛知を失った悲しみ。それは、経験のある方でなくては到底お分かりになるものではございますまい。その時、ふっと頭に浮かんだのは、達也様のことでした。死んだのは自分の子ではない。本当の子は生きている。この世にまだ生きているんだ。現に、断尺零息として学習院に通っているではないか。と思うと、もう一刻も我慢ができなくなり、 その時から、お屋敷の付近をうるつき始めました。何日目かで、やっと、若様にお目にかかれました。それは、ランドセルをしょった、学校帰りのかわいいお姿でした。飛びつきたいような心をじっと抑え、蘇ったような喜びに胸を躍らせながら、花はお顔を見つめておりました。が、もう、ただいまの花は、遠くから、 お姿を見て満足しているだけでは我慢ができなくなりました。自分の子を他人様の子として眺めている気にはなれなくなりました。若様、いや、達也様は花の子でございます。花の子です。花は自分の子をぎゅっと抱きしめたくなりました。抱きしめて、抱きしめて、話したくない。もう誰にもやるのは嫌です。どうぞ旦那様。 花の子をお返しくださいませ。私の申すことが嘘だとおご示しめすなら、証拠を挙げてみましょう。達也様には、脇の下に小指の先でついたほどの赤あざがある。花と同じように、下唇にほくろもあるはずです。しかし、それらは外から見てわかることで、言いがかりだとおっしゃられてはそれまでですが、体質の遺伝について争うことができないだろうと存じます。旦那様も奥様も、ご立派なご体格で、 失礼ながら、お色は白い方ではいらっしゃいません。それですのに、達也様は千病室で皮膚が青白くすべっこい。それにもう一つ、これだけは永久に秘密を守ろうと決心していたのですが、こういう場合ですからお打ち明けいたしましょう。不幸なものはどこまで不幸なのか、花の血統には、ああ、思っても恐ろしい汚れた血が流れているのでございます。母方の祖母は、 発病と同時に家を追われ、旅に出たまま行方不明になってしまいました。そして、母もまた、花が三つの時、母を父に頼んで永久に姿を隠し、生死さえもわからないのでございます。結核室に加えて、この忌まわしい地を受け継いだ達也様が、由緒正しい立派なお家柄をご相続遊ばすお身の上だとお知りになったら、よもや、 返すのを嫌だとは、仰せられますまい。花の手に育った松吉は、それに引き換えて、色黒で、頑丈な、しっかりした子でした。しかし、花は、弱くっても、悪質の遺伝を持っていても、やっぱり、自分の子が欲しゅうございます。当時の証人としては、かつてのばあやさんが、いつでも出現してくださるそうでございます。どうぞ、旦那様。 花の子を、返してくださいませ。西郷子は、もうそれ以上読み続ける勇気がなかった。思いがけないこの手紙は、彼女の心を真っ暗にしてしまった。花という駒使いのいたことは記憶している、ひももの花のような、可憐な美少女だった。その少女を得るために、御用聞きの若者たちが台所口を離れなくて困ると、醜い川の他の女中が、 たびたび訴えたことも覚えている。十七にしては少し混せていたが、気の利いた賢い娘だったので、彼女も愛していたが、夫にも大変気に入っていた。左翼子は、つわりの後の衰弱がひどかったので、しばらく箱根の別荘に静養していたその留守の間に、花は、暇をとって帰ってしまった。どういう理由で帰ったのか、別に戦技立てもしなかったので、 それについては何も知らなかった。さよこは、今の今まで、あの金言の夫がこんな醜い反面を持っていようとは夢にも思わなかった。刑務所から来たものだから、囚人の手紙に違いない。ことによると、これは、夫の弁護に不満を抱いた女の捏造で、家庭の平和を破壊してやろうという、蛇のような復讐かもしれない。うっかり乗っては、それこそ物洗いだと、 心で打ち消す後から、あるいは、と、また、疑う心が頭を持ち上げてくる。半信半疑だが、全然無根だとも思えない。それが、サヨ子の心を憂鬱にさせる。なるほど、達也は千病室で弱い。夫婦とも双剣なのに不思議だと、主治医も常に首をかしげている。するとやっぱり、彼女の胸には疑念が湧いた。が、 それにもかかわらず、その手紙を夫へ見せようとも、また聞き出してみようとも思わなかった。というのは、松並博士と夫人とは非常に仲の良い夫婦だったので、西郷子は、密かに自分一人で何とか始末をつけ、夫の耳には入れまいと考えたのだった。ことさらに今、ある有名な事件の弁護を依頼され、ニッチやそのことに没頭している際でもあったので、こんな煩わしい、 偽りか真実かさえもわからぬような話で、夫の頭をかき乱すに忍びなかった。たとえそれが事実であったとしても、全く、一時の過失に違いない。それなればこそ、花の申し出にも拒絶しているではないか。一時の過失くらいは笑って許すのが本当に夫を愛する妻と言えよう。どうせ、過失のない人間なんてありやしないんだから。と、 さよこは自分に言って聞かせるように言って、手紙をタンスの中へしまい、ピンと情をかけてしまった。すげやみがさの女。一週間後にさよこはまた同じ手紙をもらった。今度は刑務所からではなかった。返事をくれないのなら若さまをさらってやるの。 用意、家庭の裏面として、松並男爵家の秘密を世間に暴露してやるのと、脅迫めいた言葉が連ねてあった。佐弥子は、直接花に会って話したいと思い、居所を探したが、まるでわからなかった。立派な人格者と評判されている夫が、駒塚に子供を産ませたなどと、そんな不業席を明るみにさらされてはたまったもんじゃない。 夫の不名誉は妻の不名誉でもあるから。反問の日が続いた。さよこはついに思い余って芝で開業しているいとこの女優を訪ね体質の遺伝について色々質問してみたがその結果は帰って彼女の心を暗くするばかりであった。何も知らない,いとこはさよこの真剣な顔を不思議そうに見て また神経衰弱じゃないそんなことを気にして、今からたっちゃんのお嫁さんでも決めておこうっていうのふははは、<laughs> あんまり気が早いわ。まだ9つでしょと、笑った。さやこも仕方なく笑顔作ったが、遺伝してるかどうか外から見て、わからないものかしら。と、また真面目に聞くのだった。 わかることもあるし、わからないこともあるわ。とにかく、松並家の相続人だから、婚約しておくとしても、相手の家の血統は、よくよく調べておく必要ありますよ。恐ろしいからね。そこへ、関係から、迎えの自動車が来た。さよこさん、私、すぐ帰ってきますから。と、立ち上がり。待ってる間に、 薬局で催眠剤でも作らして少しお飲みなさいよ。多分、神経が疲れてるようだから。いとこを玄関に送り出したそのついでに薬局へ入ってみたが、あいにく誰もいなかったので、彼女は薬を宅へ届けてくれるようにと頼んで、いとこの家を辞した。さよこは、九年前の記憶をたどって、その頃一緒にいた、 中働きの清という女を呼んで、当時のことをいろいろ聞いてみた。しかし、花のその後の消息は知らなかった。もし、手紙にあるごとく、達也が佐代子の実子でなかったとしたら、無論、このうちの相続はさせられない。相続人は、親類の中から誰かもらわなければならないが、 それを親族会議に持ち出すのは辛い。その理由を語らねばならないから。彼女の頭の中にはその問題がこぶりついていて、一刻も忘れられず、耐えず、悩まされ続けていた。あの日以来、サヨコは終始注意の目を達也に向けるようになった。品のいい、 どこから見ても大家の若気味らしい要望。それらはどうしても、小間使い風情のことは思われない。お母様にだと人様はおっしゃる。達也は、誰が何と言っても自分の子だ。あんな虚弱な子を、実の親でなくてどうして育て上げられよう。さよの頭には、幼い頃からの数々の病気や、幾や眠らずに、付き添って世話をした記憶が、 次々と浮かんでくる。看護婦にさえできない看護をしてやった。それが、血を分けた親でなくてどうしてできるものか。お母様、ただいま。バタバタと、達也が茶の間に飛び込んだ。ランドセルを背負ったまま、母の膝へ寄りかかり、余るように顔をすりつけて言う。お母様、鷹狩り見に行ってもいいどこへ行くの 横丁の空き地、お母様も一緒にいてちょうだい。僕も、鷹狩りやってみたいな。母は、達也の首からランドセルを外してやり、鷹狩りって、どんなことをするの危なくないのと聞いた。危ないもんか。とっても愉快なんだ。そうじゃあ、お母様にも見せてちょうだい。みんながやるんだよ。お母様、 高を離して、鈴芽や鳩を取らせるの。とっても面白いんだ。まるで、昔の侍になったような気持ちがするって、武田くんが言ってたよ。西雄子は、達也にせき立てられて出かけた。なるほど。空き地の真ん中はいっぱいの人だかりだった。人垣をのぞいてみると、最近ぼっこ仕掛けた高がりをねって、芸人風の男女が、 子供相手の商売をやっているのだった。そこは大きな屋敷跡で庭になっていたところにはまだ樹木がそのまま残っている。松の木の寝方にはすげえ編み傘をかぶった若い女がきりりとした身ごしらえで立っていった。わざとだろう。う古風な装いをして紫皮膚なんか切って 短くはしょったすそから、あさぎ色のたびをのぞかせ、すっきりとしたいい姿を見せていた。傘の赤いひもが白いあごにくびる込み、いかにもきれいな女らしく思わせた。もの珍しいので、見物の目はこの美人鷹城に吸い寄せられている。大勢集まったところで、種目に止まっている青鷹を、 彼女は手に移し、声を張り上げた。呼び上げ、呼び上げし、最初にまずそれをご覧に入れましょう。松の木の上に鷹を放ち、餌箱をカタカタ鳴らして自分の腕に呼び下したり、また松の木の上に呼び上げたり、一通りやってから、今度は振り返渡り。さあ、どなたか肩を貸してください。 鷹が飛び移りますから。群衆の中から、もじりがいとの男が飛び出した。鷹は、たちまちバサリと厚ぼったい羽音をさせながら、その男の肩へ飛び移った。見物は喜んだ。訓練法が済むといよいよ鷹狩りだ。後ろにしゃがんでいた五十余りの男は、その時、つと立ち上がって、 さあ、皆さん、すずめにしましょうか。それともぐっと奮発して、ハとトとやりますか。すずめが十0銭、ハートが三十銭。ぼっちゃん、嬢ちゃん、さあさあ、お土産に行けとってください。と、声を枯らして叫んだ。その男の足元には、風呂敷に包んだ鳥かごがあった。その中には、 鳩やスズメがぎっしりと目白押しに並んでいる。見物の中から声がした。スズメ、さあ、十銭かっちり。白道が小石に当たった。男は早速風呂敷の裾をめくって、一羽のスズメを掴み出した。美人鷹城は、十銭投げた子供の方へ近寄って、小さな手に革の手袋をはめてやり、 自分の左手に止まっている青鷹を子供に移した。坊ちゃん、あのおじさんが鈴芽を飛ばしたら、勢いよくパッと鷹をおしなさい。鷹狩りの気分を出して、ようざんすか子供は恥ずかしそうに顔を真っ赤にして照れていたが、見ている連中はみんな羨ましそうだ。男は掛け声をしながら、 晴れ渡った青空を向けて、勢いよくズメを放った。同時に、鷹も子供の手を離れた。見物は、あれあれと騒いでいるうちに、鷹は心得たもので、悠ゆ々ゆとズメを追って地上に舞い戻り、爪で押さえた。よく鳴らされているので、ズメに傷を負わせるようなヘマはやらなかった。美人鷹城は走り寄って、 高から鈴芽を引き離し、子供の手にそれを持たせた。さあ、お土産です。坊ちゃんがお取りになった小鈴芽、高刈りの獲物ですよ。子供は、鈴芽を持って意気揚々と帰っていった。達也は興奮して母の手を握り、足をバタバタやって見ていった。その時、ふっとした表情に、さよ子は、 花の面影をはっきりと見た。彼女は、はっと胸を打たれて、握ってる達也の手を思わず振り離した。顔ばかりでない、夢中になって跳ねている姿が、やっぱり花そっくりだ。彼の全身至るところに花の面影がある。最後は、うん、軽い目前を感じた。もしや、夫が、 その面影を人知れず、懐かしんでるとしたら、と思うと、彼女はたまらなかった。見物は面白そうにたあいなく喜んでいる。その中に、さよこ一人は、深い物思いに打ち沈んでいるのだった。たっちゃん、もう帰りましょうよ。お母様、僕まだ帰るの嫌だよ。 達也はなかなかその場を離れようとしなかった。鷹の爪。その日をはじめとして美人鷹城はそのあだめいた姿を毎日空き地にあらわした。夕方引き上げるときには鳥かごは空っぽで、スズメも鳩も売り切れという繁盛ぶりだった。 達也の鷹狩り熱はなかなか冷めなかった。毎日雀を一羽二羽と取って帰った。取った雀は新しく買った大きな鳥籠に入れて飼っておいたが、どういうものか次々と死んでいった。鷹城が現れてからちょうど七日目だった。さよ子は外出から戻って内玄関へ上がろうとすると、にわかに 門前がは騒々しくなって、小砂利の上をかける大勢の足音が、ただならぬ出来事を語った。何だろう脱ぎ捨てた草履をまた引っ掛けて、内玄関を出ようとすると、一人の男を先頭に、たくさんの子供たちが門内へ駆け込むところだった。真っ先にいる男が、重そうに輝いているのは、達也だった。達也は、 顔から首筋を血だらけにして、ぐったりと男の腕の中に倒れていた。ゾロゾロとついてきた子供たちは不安そうな目で、互いに何か囁き合っている。たっちゃんたっちゃんさよこは、走り寄って男の手から達也を受け取り、固く抱きしめながら、彼の名を呼んでみた。達也は、細く目を開いて母の顔を見上げ、かすかに口元に笑いを浮かべたが、 そのまま目を閉じてしまった。彼女は半ンケチで流れる血を抑えながら。早く、早くお医者様を、一体まあ、どうしたの誰に聞くともなく言うのを聞きつけて、子供たちは一緒に声を揃えて答えた。おばさん、鷹の爪に引っ掛けられたんですよ。今日は、鷹のご機嫌が悪かったんだ。 鷹が悪いんじゃないスズメが悪いんだわ。スズメが逃げ場を失って、達也さんの肩に止まったの。そこへ鷹が降りてきて、達也さんが動かないでじっとしてればよかったんだけど、びっくりして騒いだもんだから、鷹も驚いて、スズメをひつかまわる拍子に、達也さんの喉に爪を立てちゃったんですよ、おばさん。ませた小娘が事件の天末を説明した。松並博士は急報に驚いて帰宅した。 医者が駆けつけた頃には、達也は幾分元気になっていた。さよ子は、青い顔をして枕元に付き添っている。達ちゃん、しっかりしてちょうだい。これんぽっちの傷何でもないんだから。と、元気づけた。そうだ。達也は男だからな。これくらいのことに負けちゃならんぞ。と言いながらも、父の顔には不安の色がありありと現れていた。両親は、 医者の顔色ばかり眺め、彼の眉一つの動きにも、胸をドキリとさせた。手当てを済ませてから医者はおもむろに口を切った。これで、お熱さえ出なければご心配なことはないと思います。と言って帰った。さよこは、頼みつけの看護婦会へ電話してみたが、あいにく馴染みの看護婦はいない。明朝まで待ってくれれば何とか都合すると会長が言った。 神経質の達也が知らぬ看護婦で収まるはずはない。仕方がないから明朝まで待つことにして、今夜は佐代子が寝ずんをしようと腹を決めた。奥様、美人高城がお詫びに参りました。若様のご容体を詳しく話してやりましたら、すまないすまないと申して泣いております。ぜひお目にかかってお詫びがしたいから、奥様へお取り次ぎしていただきたいと言って、 お台所におりますが、どういたしましょう。と、女中が言った。左翼はうるさそうに。取り込んでいて会えないと言って、返しておしまい。松並博士は、警察へ電話をかけて事の天末を知らせた。ついでに、美人鷹条が謝罪に来ていることを話し、一応取り調べてもらいたいと訴えた。まもなく警官が来て、鷹条を連行した。 さよこは、達也の額に手を触れてみて。大丈夫。この分なら、熱は出そうもないわ。と言って、ほっとため息を吐いた。が、彼はとうとう発熱した。うとうとしたかと思うと、急に怯えて目を覚まし。たかが、たかがむっくり布団の上に起き上がって、 恐ろしそうに叫んだ。落ち着いてちょうだい、タッちゃん。タなんて癒しませんよ。火のような頭を、そっと氷枕の上に押さえつけ、額にも氷のを当てがった。達也は、夜中上ごと言い続けて、ひどく苦しみもだえた。明け方近く、医者が駆けつけてきた時には、もう何とも、手の施しようもなかった。達也は、 深い眠りに陥ったまま、ついに、既得になった。腕を組んで、しばらく考え込んでいた医者は、言いづらそうに。傷口から、ばい菌が入って、排血症を起こされたとしても、とにかく少し、腑に落ちないところがありますので、どなたか他の先生にも一応ご診察いただいてくださいませんでしょうか。あるいは、 立ち会っていただいても結構ですが。と、言葉を濁した。医者が死亡診断書を書くのを拒んだのも当然だった。やがて、判明したところによると、ある恐ろしい毒薬が傷口から入ったものだということであった。鷹の爪に毒を塗ってあったものではないかとの疑いで、一度釈放された美人鷹城へ捜査の手が伸びた。 女はすでに行方をくらましていたが、ほどなく、三河島の百軒長屋からあげられた。厳重な取り調べが行われたが、ただ泣くばかりで何も答えなかった。一人の刑事は、女の身元を洗って司法主任へ報告した。岩下花、二十七歳、前科があります。窃盗犯で出所したばかりです。連れの男は、 亭主かい,いえ、父親です。正式の結婚は一度もしていませんが、死生児が一人ありました。男か女か男の子です。が、死亡しました。以前には相当にやっていた小鳥賞だったそうですが、その店も畳み、この数年はひどく困っていたらしいんですが、最近子供相手のああいう商売を始めたんです。自分では、 先祖に鷹城があったので、それを縁に始めたのだと言っていたそうです。鷹狩りで相当の収入を得ていたのかだいぶあったらしいんですが、借金があって、その方に引かれてしまうので、稼ぐ張り合いがないと近所の者にこぼしていたそうです。何でも、子供が大病して、その時できた借金に苦しめられていたらしいです。子供は何歳で死んだんだ ?9 歳。 うーん。司法主任は、美人高城を呼んで、優しく質問を始めた。お前は、どういうわけで、松並博士の霊則を殺害する気になったんだ女はびっくりして、美しい目をいっぱいに見張り。殺す気ですってうん。とんでもない。どうして、私がそんな恐ろしいことを。 やらないというのかしかし、松並博士の冷則は、あの明け方亡くなられたんだぞ。えみるみる蒼白になって、ふらふらと立ち上がったが、よろめいて椅子の背に捕まった。旦那、そ、それは、本当ですか鷹の爪の毒、いや、爪に塗った毒薬で殺されたんだ。お前は、わざと、 爪を引っ掛けたんだろう。どういう理由があってそんなことをしたんだ訳を話せ。正直に白状しないと、お前ばかりじゃない。お前の父親にも、恐ろしい共犯の嫌疑がかかるんだぞ。旦那、ご冗談をしちゃっちゃ困ります。私は毒薬なんか塗った覚えはございません。でもどうしたらいいだろうあの若様は、本当にお亡くなりになったんでございますかそれは、 はあ、それは、本当のことでございましょうかね。本当ともさ。今日は、告別式だ。女はわっと泣き出した。長い間泣き続けていたが、やがて、涙で魂まで洗い上げられたかと思われるような、清らかな、美しい顔を上げ、美書さえ浮かべて、じっと、司法主任を見上げた。その麗しい、 潤んだ目には深い決意の色が現れていた。女は青白い唇を噛みながらきっぱり言った。旦那、申し訳ございません。白状いたします。若さを殺したのは確かに私です。なぜ殺したんだ私は以前あのお屋敷にご奉公していたものでございます。 その時できた子供が、あの若様と同年の九つで、先頃亡くなりました。自分の子が死んだ。しかも、貧乏のためろくな手当もできず、みすみす助かる命を死なしてしまいました。同じ時に生まれたあの若様をお幸せで、あんなにお立派に育っていらっしゃるのに、私の息子は、と思うと、羨ましいやら、妬ましいやら、 それでも私は自分の死んだ子が見たくなるとあのお屋敷の付近をぶらついて若様のお姿を見ておりました。高狩りの商売を始めてからはあの空き地で毎日若さを見ることができ時にはお話することさえありました。それはそれはどんなに嬉しいことでございましたでしょう。私はまるで 若様一人を待つために、あそこで鷹狩りをやっていたようなものでした。若様は、面白がって毎日来てくださいました。私は本当に、死んだ息子に会うような喜びで、あの空き地へいそいそと出向いたものでございます。自分の子も、もし若様のように立派なお屋敷に生まれ、立派な父君を持っていたらと思うと、不憫で不憫でたまらなくなりました。 その思いがだんだんこうじて、果ては、若様が憎くさえなってきたのです。それは、嫉妬なのでございましょうか。私はある日、若様がお母様とご一緒に見に来てくだすったとき、なんということなくムラムラと腹が立って、気違いのように鷹を消しかけたのを父に叱られました。私は、若様が憎いというより、奥様の態度が尺に触ったのでした。 私が若さまに近寄って川の手袋をはめてあげながら、あまりのおかわいさに、思わずちょっとおつもを撫でました。すると奥さまは眉をしかめ、さもさも汚いというように私の手を払いのけて、ご自分で手袋をはめてあげ、若さまのお体に私のようなものの指一本も触れさせまえとなさいました。そのご様子に、私はカッとなり、若さまを殺して、お母様に、 私と同じ悲しみを味わわせてあげようと思ったのでした。お前は一度も正式の結婚をしていないが、子供の父親は誰なんだ女ははっとしたように目を上げ、一時黙っていたが、急に捨て鉢になり、紅葉危機器の若衆さんで、それや、とても綺麗な男でしたわ。<laughs> ヒステリックな声で笑った。一緒。さよこは一人息子の達也を失って以来、すっかり気を落として、異室に閉じこもり、悲嘆に暮れていた。犯人は美人高女、すなわち以前の召使い花であると聞いて、松並博士は非常に驚いた。さよこは、 彼女にどんな判決が下されるものだろうと聞いてみた。無論極刑だけしからんあんな女が死刑にならないでどうする夫人はそっとしてしまった。その夜、サヨコは自殺したのだった。打ち続く不幸に世間では博士に痛く同情した。新聞は夫人の自殺を愛事を失った悲しみから 極度の神経衰弱に陥ったためであると報道した。無論、博士自身もそう信じきっていたのだったが、図らずも、手箱の中から一冊の要書と遺書等を発見したことによって、死の原因は根本から覆されてしまった。要書は、ネズミ色の表紙に、フランツ・アーベル著トキシコロジーとあって、92ページのところが折ってあった。 松並博士は胸をとどろかせながら衣装を開封した。同封の書面をお読みくだすったならば、私の申し上げることの偽りでないことがお分かりになりましょう。という文字を冒頭にして、駒遣い花からの手紙が2通巻き込んであった。博士はまずそれを読んで愕然とした。佐代子の遺書には、 その手紙を読んで以来の苦問を、こまごまと認めてあった。そして、最後にこんなことが書き加えてあった。私は密かに、一人で何もかも調査しました。最初、半信半疑であったことも残念ながら事実であり、私が箱根の別荘へ行っていた間に、後々問題を起こさぬという約束で、十二分の手当を与えて、花との手を切られたことも、 すべて、仲働きの清から聞きました。申すまでもなく、達也は花の子で、花の家に、恐ろしい汚れた血の伝わっている事実も確かめました。私は、この由緒正しい松並家の血統にお手を残すに忍びません。ご先祖様に対して申し訳ないと考えました。そういう体質を受け継いで生まれた達也自身も、 決して幸福な生涯を送ることはできません。家を思い、達也の将来を思い、私は心を鬼にして、この忌まわしい汚れを取り除く覚悟をいたしました。花からこうした脅迫を受けていることが万一世間に知れたらば、あなたのご迷惑はどうなるのでしょう。達也さえいなければ、脅迫の材料がなくなります。私は、 深く決心をいたしまして、密かにフランツ・アベルの著書を読み、なお、薬物学及び毒薬学の研究をいたしました。それは決して罪の発覚を防ぐためではありません。どうしたら最も楽に眠れるようにこの世を去らせてやれるかという、達也を愛する心からでした。達也が鷹に爪を立てられて怪我をいたしました時、 ふと、この機械にと思いつき、かねて用意してあった、それは、果実、いところ薬局から盗み出しておいたものです。毒薬を、夜中、傷口に塗りました。達也を殺したのは私でございます。花は何も存じません。彼女は、達也殺しを自白したと受けたまった時、恐ろしくなりました。賢い花は、 私の心を見破り、自分で罪を負う決心をしたものと思います。もし、罪のない花に極刑が下るようでしたら、それこそ私は死んで謝罪しても追いつきません。自分の愛児を殺された上に、その犯人をかばって、自ら死刑になろうとする、花の心に私は打たれました。そんなことをさせてはなりません。私は、死んでお謝罪をいたします。どうぞ。 達也を殺したことをお許しください。愚かな私の心をお憐れみくだすって、せめてあなただけは私を理解遊ばしてくださいませ。重ねて申し上げます。花には何の罪もございません。どうぞ彼女を救ってやってくださいませ。これが私の最後のお願いでございます。松並博士が 美人鷹城に面会したとき、最初に発した一言は。なぜ、お前は達也を殺したと、偽りの自白をしたのか。という質問であった。花は、顔も上げないで泣きながら答えた。せめて、そうでもしなくては、奥様に申し訳なかったからでございます。考えますと、私くらい悪い女はありません。 つくづく、愛想が尽きてしまいました。自分の都合の良いことしか考えない。松吉を取り替えたのも、自分の子供に幸福を与えたいばかりで、人様のご迷惑も考えず、恐ろしい罪を平気で犯してしまったのです。そして、この度はまた、それを種に脅迫し、散々奥様をお苦しめしました。それなのに、 私をお恨みにもならず、お咎めにもならず、本当に、なんという優しいお心の方でしょう。達也様がお亡くなりになったと受けたまったとき、ああ、悪いことをしたと初めて目が覚めました。そして、心から手を合わせて奥様を拝みました。私には、奥様のお心が、 きりと映ったのでございます。ここまで追い詰めたのは私ですもの。原因はみんな私からで手を下さないばかりで私が殺したのも同然です。達也様も松吉も死んでしまい、私も生きている気もなくなりました。せめてもの罪滅ぼしに 殺人罪を引き受け、死刑にしていただきたかったのでございます。放送会切手の敏腕家、松並博士が、冷息殺しの犯人、美人鷹城のために、偽教的弁護を買って出たという記事が、新聞を賑わしたのは、それから、間もなくの、ことであった。